最初は混乱してばかりでしたが、とはいえ、ピンチはチャンス。この機会に、桃代をもっと広く知らしめてみせます。ふふふ、今のところ計画通り。わっ先生いらっしゃいませ先生のおかげで、いろいろと順調ですうえ、先生 こちらへどうぞ。いらっしゃいませ、先生。海の家バージョンの桃代洞へようこそ何か欲しいものは見つかりましたか桃代洞はまだまだ進化しますよさあ、張り切っていきましょう 複数の店舗を同時に管理するというのは大変ですね。<laughs> まあ、楽しくもあるんですが。あちょ、先生私は売り物じゃないですよ。それに今は営業時間なんですから。今回の計画は水の泡になってしまいましたが。 私の夢は、まだ何も終わっていませんので